あれ、あそこにさ、お化け屋敷あるんだけど一緒に入ってくんねろっかね。怖いがダメだからかね。もう一緒にどうだろうかね。いや、二人でもいいですか。あ、全然 OKOK。 じゃあ、行きます。わー、ありがとう。いや、いいや。あ、イエムさん来ました。よっ、いや、いいや、来たねっけ、ほら。ちょうどいいところに。イエロームーンさん。せーの。ラバーさんの愛を込めて、こんにちは、イエロームーンです。みつきです。ゆうです。やったー、ついに。コラボ。いやいや、何そっち、何そっちが。加藤慎吾です。あ、こんにちは、よろしくお願いします。ということで今日は一緒にコラボして、インケ、はい、コラボなんて、いいです。いいか、インケ。加藤くんがもし叫んだらもう一回彼チェキもう一回取ります。あ、ありがとうございます。はい、やばい、一回やるんですよ。それぐらいやりましょう。うん、うん、後ろはビビってもいいんですか。ビビったら、もしビビっちゃったら加藤くんがチェキ取ります。はい。めっちゃ叫び放題じゃん。叫びます。叫びます。叫びます。売り上げになるから。売り上げ、1回叫ぶごとに席が増えてきます。あんまほら言うこと言うと俺のほら神さんに怒られるけさ。何かに感じたなんか言われるっけ。怖いのはどうですか。他のメンバーよりはいける。おー、強そう。怖いけど、叫ぶけど、怖いけど多分いける。なんか結構一人の世界に入る感じらしいんで、ヘッドホンつけて。え、どういうこと。まあやってみてからのお楽しみということで。上ねっけ、おい。大丈夫ろっかね。守っけね。守ってくださいね、ぜひ。任せて任せて。じゃあ大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫。大丈夫だよ。楽しみましょう。じゃあレッツサウスターでよろしくお願いします。せーの、レッツサウスター。やったー。ダメですからね、これね。かっこいい、かっこいいね。あくでも2000番、俺ダメだろ。南大の代表だっけね。ダメだよ。多分ゾンビさんにも通じないんで。私はいいけど。いやいや、ほら怖えわ。おお、勝った。すごい。勝ったねっけ、ほら。すごい強い、やっぱ頼りがいがある。頼りがいがあるね。任せれよ、ほら。ちょっと著作権の関係で全部カットかしてみて。ダメだよ、これ。ごめんなさい。ダメだよ。あれ、あれ誰。え、でもいいっすよ、こんな若い子と一緒に。おお、最高さ。いつもバーはほら60いくつとかだっけさ。若い、かわいいろ、かわいいねっけ、ほら。そうですね。いいよ。シンゴ、シンゴ。加藤シンゴくんね。加藤シンゴ。シンゴくんへそ出さなくていいですよ、ね。俺へそ出したらほら、ダメさ。バン食らうねっけ。いやいや、大丈夫。バン食らうろ。おー、いい表情してる。やばいやばい。じゃあ来ました、僕らの番。いやいや、来たね。いいですか。やば、お腹空いてきた。お腹グーってなったらチェキ1枚。やばい。腹なったら俺がじゃあチェキ取る。あー、じゃあならそう。どう、怖かった、怖かった。あんまり、あんまり。おー、先言うな。いや、わかんないよ。わかんないね。いいかもしんないから。硬い方を右手に持ちいただいて。はい。いいですか。はい。皆さん音聞こえます？はい、流れてます。はい、こちら約8分あります。はい。途中で気分が悪くなったり怖すぎたら外してそのままお待ちください。はい、外したら負けだよ。はい。はい。はい、はい、もうちょっとやってもらいます。はい、ちょっとやる。よしよし。さすがしまい。はい。少ない方が良ければその当たりさ調整してもらって。はい、わかりました。大丈夫です。はい。めっちゃいい絵。何。いいよ、いいよ。言っていいの、聞こえるから。うわぁ、加藤くん守ってね。おぉ、守るよ。これはあの夜、仲間たちとバイクで荒れくれていた。あ、すっげんか。何だ何。
よく見てねっけ。おい、それ違う。ねえ、怖い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 。なあ姉ちゃん、車止めて俺らと遊ぼうよ。やめないようだ。おい、危ねえぞ。女が乗った車は急カーブになった。俺たちも巻き添えを食らった。足が死ぬほど痛い。だんだんと目の前が暗くなっていた。俺たちも悪運強えよな。あの女かわいそうに、ちょっと年は言ってたけどいい感じだったのにな。子供のとこに行くって言ってたから持ちなのかな。言えねえよな。そんな他愛もない話をしながら夜を迎える。なんでなんで。消灯のお時間です。絶対なんかこれよ。なんだろう、決めありさっさと出ちまう。ちょっと待って待って待って。無理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 。どういうこと。お母さん目が覚めると、医者と看護師がヤマトの周りに立つ。風か、風か、びっくりした。また同じ夜、今度は仲間の大地の隣にあの女がいた。その日も夜がやってきた。くそ、いや、怖いもんか、怖いねっけ、おい。怖いもんなんかね。大丈夫っけ、これ。死んねんっけ、ほら。大丈夫っけ。声が聞こえる。見ると、あのガキのベッドの横に。女の目の前には大きな鏡があった。そこに反射しているのは俺。え、あ、やばいね。これ女が見ているのは俺。くる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 。ゾワゾワする、マジで。ゾワゾワする。おー、怖くなってきたよ、おい。何言えよ。大丈夫なのかね。確かにある意味大人向けだね。大人向けだと思いました。シンゴが一番怖かった。シンゴどうでした。立ち上がったでした。めっちゃ怖かったよ。リアクションちょっとオーバーだったっけ。いやいや、逆に詳しいのでごめんね。ごめんね。シンゴくんはじゃあ今日頼もしかったですか。
と頼もしいと100で言うとのマイナス100で絶対